大臣の方に石山田さんに見せていただきます。それでは私のベビーカーです。愛の花を聞いてください。優しい君のその瞳に俺の心焼き付いた。なんて素敵な人だろう。好きなんだ二人の中は愛の花。思う気持ちに変わりはないさ。幸せだろうかこの俺で、いつも笑顔を絶やさない。時間が経つのは早い。二人の夢は愛の花。つらい気持ち変わりはないさ。何の苦労も言わずに尽くす姿で譲り出しさ。必ず幸せあげるから離さない離さない二人